早口で何言っとるか分からん。さあ、3回言えた。え、取れてるかちょっと不安なんだけど、取れてるね。というところでね、ファイヤーで飲んでさいというところで、今日はハッピーホイルティングしていこうというところでね、はい、いつもよりね、声がちゃんと聞こえてると思うんですけど、それはですね、ニコリというところでね、はい、それはですね、はい、まあ、音もね、別撮りしてっていう形で、ゲームの音だけこっちは撮っております。パソコンの方はね、というところでね、まあ、聞いてる人からしたら別に普通に、まあ、実況できてるというところでやっていきましょう。ハッピーホイルティングしていきましょう。あのね、朝からそうか、朝からドラえもんか。今、朝からドラえもんしてるからね、ちょっとうるさいね、後ろが。ちょっと小さくしていきます。朝からドラえもんというところでね、はい、ドラえもんのね、音を小さくしてきたというところでやっていきましょう。あの、ニューウエストじゃなくて、プレイカウントでいきます。まあ、毎回そうなんだけどね。というところで、はい、インポッシブルキャッスルインゲーなんだそれというところでやっていきましょう。あ、ちょっと待って。待てや。全画面にしとらんやんけ。というところで、今日はね、そう、ジョン君と遊ぶというところで、そういうこと関係ないんだけど、はい、やっていきましょう。てか、操作の仕方忘れたね。怖いだけじゃん。困る、ちょっと。もうちょっとリアクションして、俺。というところで、ジャンプしたら死ぬ。おっしゃ、来たんじゃない。あ、生きてる。ちょ、いける。あー。てってるー。あ、そうだ。ちょ、あれだわ。ちょ、ハモってみよう。めっちゃ高くジャンプして、一回出してからっていうのはどう？いけたんじゃない。生きてる。ちょっと待って、生きてる。ちょ、もうこいついらん。逆だわ。ちょ、逆だわ。ぬ、ちょ、こっから出してくれ、俺を。ここから出してくれ。よっしゃ、いいよ。よっしゃ、いいよ。ドゥドゥドゥー。ハモレーターで、やったね。はい、というところで次ですね。はい、じゃあ、レッドフォー、あ、じゃあ、ロープ。やっていきましょう。赤いロープのゲームでございます。というところで、ロードが長いでございましょう。なにこれ。あ、びっくりした。オッケー、全然いいよ。インディージョンズ頑張って。というところでね、この帽子をなくしたらもう俺の命はないと同然でございます。というところで、まあね、工場的な感じでこうやってくるくる回されていきながら、ここで、違う、お前そこじゃない、オッケー。てか、もう本当にレッドだね。てか、ドラえもんの音小さすぎて本当に聞こえない。ちょっと怖くなってきた。いける！まあね、神は、あ、ロープの神と呼ばれたね、この僕がプレイすることによって、このね、おじさんたちはね、全然、おぉって怪我せずいけるって言おうとしたら怪我したんだけど、足大丈夫お前。てか、あの、ハッピーホイズのさ、あの、血の感じってさ、なんか個体だからさ、もうお前、なんか、何あの、結晶版だっけ忘れたけどさ、なんかその血を固めるやつ働きすぎじゃない？だって、出血してる時点でもう血固まってんだから、まず出血することないだろうってはずなのに出血してるっていうね。というところで、足が一本なくたって俺は頑張れる。うん、そういう気持ちを持つこと大事ですよ、本当に。まあ受験も一緒ですね。てか、なんで受験出てきた？まあいいや。というところでね、もう今年度じゃねえわ、来年度か、そう、来年度からね、4月から僕は受験生なんですよ。その受験生ティングしていくわけなんですけど、まあ筋トレしたりね、YouTube のこういうね、動画を撮ってみたりね、まあいろいろすることがあるわけですよ、本当に。で、あと、そう、最近ね、公園でもね、そういうトレーニングを取り入れてきたら死んだんだけど、大丈夫か、お前頭。あ、そう、あの、そっち系の頭じゃないよ。その頭が取れたっていうところで大丈夫かというところで、オピティキャル、イルスンチフォーよくわからんね、ほんと。英語読めねえから、ね、てか、ほんとに英語なの、これ。英語かどうかもわからん。てか、なにこれ。ちょっと待って、何をすればいいの？インジョイって書いてあるけど、そんな楽しめない気がする。ちょっと待って、ワールドワン、ツーってなにこれ。パスヒアアンサー。まあいいや、というふうにやっていきましょう。何図形で、数学嫌いだけどね、ちょっと。あ、ちょ、何全然わからん。全然わからん。You can count 6ベースよくわからんね。プッシュ、あ、違う、プッシュやねん、これ何？プリーズって書いてある。プリーズ to see the magic、ま、俺マジックすんのこれ。全然わからん。押してあげよう。はい、押した。あ、押せねえんだけど。あ、クリックする感じ。あ、クリックする感じだ。ちょっと待って、後ろ行かないで。
いかんでくれんかにクリックする感じですね。いきます、クリックします。はい、なになに、ななってなに、わかん、全然わからん、なにこれ。あ、え、あ、ちょ待って、違うわ、これあれだ、目の錯覚ってやつをやってる。これ What world do you see? あ、ちょ見てくれってことね。あ、そういうことか。え、あ、これへこんで見えたり、へこんで見えたり、何、立体的に見えたりっていう場所なんか違うみたいな。だとこれさっきはあれ同じじゃない。あ、ちょ、もう一回押そう、もう一回押そう。あ、押せないんだけど。あー、そういうことで、これは回って見えるってことか。サウンド、あ、ちょ間違えた、ちょっと、はい、見てください、見てください、この円の中心を見てください。回って見えるかな、俺はちょっと近く、あ、違う、チカチカして見えないんだけど。で、はい、次。あ、めっちゃ回って見えない俺これ、ちょっと待って。あ、違う、あ、回って見えるすごい。はい、止まります。はい、あれ見えないんだけど、ちょっと待って。ストップザムービー、ユアアイズアロンドゼン、これを見ろってことでしょ。回ってるしよ、次はどうしたの。あ、違う、そういうことじゃないね。あれ、俺回って見えねえこれ、ちょっと目の病気かな。まあいいや、というところで次。あ、これはなんだ。 Do you see the triangle? あ、三角が見えるかっていう話。僕は白い三角の方がすごく特徴的に見えますね。あ、違う、白い三角が見えるのか、これは。面白いね、目の錯覚ってすごいね。じゃあ次。 A or B? She is、 あ、じゃあん、 She is パレ、止まれ、パレなんたら with A or B? C と同じ長さなのは A か B かどっちかってこと。え、でもこういうやつって両方、あ、違う、全部同じ長さなんですよね、これも。なんか、いや、 B の方が、あ、違う違う、そう、同じ長さなんですよ、多分これね。というところで、あー、レインズパラルエル、何それ、パラルエルって何、てか何これ、え、な、何がどう見ればいいの、これわかんねえや。え、斜めに見えるってこと。え、でも斜めじゃん、あれ、え、これ本来まっすぐみたいな。ちょっと待って、片目で見てみる。違うね、まっすぐじゃないね。あれ、これどうやって見るの。まあ、とりあえずね、まあ、目の錯覚が何か起きているというところで次。うわ、びっくりしたな、人、お前。 Dark or、 あ、だからこっち側ね、こ、違う、お前、こっちね、こっち側を、違う、次行くね、こっち側をね、なんで右側を口としたらウサギに見えて、こっちの左側をくちばしとしたら、そう、アヒルに見えて、みたいな感じですね。で、次、はい。これは何？読めねえね。区別フローンとか何？あー、これもなんか最初のやつと同じで、多分、あれだね。立体的に見えたりみたいなやつかな。わかんない。というところで、次。レッドラインズ、パレルオアノット、よくわからん。あー、そういうこと？赤の線が膨らんで見えるかどうかって感じですね。とか、長く猫のステージとかめっちゃ回ってんだけど、これ。回ってるように見えて、普通にさ。うん、回ってるように見えて、普通に止まってるわ、これ。うん、というところで。じゃ、もう、長すぎる。長いよ。どっかに C が隠れてると。あ、もう、それはね、もう、あったわ、もう。うん、画面、あ、じゃあ、一時停止して見てくださいって脅したらもう見つけたわ。真ん中の方にあります。というところで、Look at the、なんたらかんたらかんたら。何これ、十字架に見えるってこと。あ、違う、動いて見えるわ。あ、違う、動いてたわ。Look at the、なんたらかんたら。ちょ、これはさすがにわかんないです。ちょ、うん。あ、白い十字架が見えるか、黒い十字架が見えるかってところ。ということで、found the difficult、ん？ different。different って何だったっけ？てか、なんか、まあ、もう、わからなくなってきた。もう、いろいろ見すぎてさ、あ、これは普通に動いてね。あ、これは普通に動いてるわ。というところで、はい、ちょっとね、まあ、人に、あ、ちょ、なんだか、人によってはね、まあ、なんかよくわからないステージになってしまったと思うんですけど、ということで、The Green Rope。さっきのこのレッドの緑色バージョンやっていきましょう。今回はジジイでございます。ジジババのね、世界にね、もうこの世の中なっていくんでね、もうジジババを大切にしていかないとね。
もう本当に増えてしまうんでね。とか僕らがさ、僕らってまあ今中学生とか今の学生、おおこういうことになってしまうからさ、だって知ってますか、本当にこれから日本って人口減少するじゃないですか。その何、年金のさ補助をするさ、その税金、その何、今働いてると、まあ、もういいわ、もうこの話いいわ、ちょっとくどくなってきた。とかなんでつかめんのお前、ジジイ握力弱すぎてつかめないんだけど。え、てかつかむのとこ、え、つかむとこどこだっけ、あれつかむところ、あ、こっちか、違う、あれてかジジイが動か、あ、動いた動いた、よかった、つかむ、つかんだつかんだ、オッケー、うー、ちょ、ジジイもろい、ジジイもろいっすね。まあね、長年生きてきたっていうこの歴史をね、まあここにね、見えてきたというところで、ホールドディス、オッケー。ちょっと下の謎が気になるけど、もういいわ。うん。気力がない、そんな気力ない。というところで、オッケー。あ、ちょ、待って、いかん。いかん。何これ。あ、よかった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 、危ない、危ない。危なかったね。じゃあ、お前、片手で行く？俺も無理だわ、それ。片手で行くとか。あ、ちょ、ここで立て直そう。両手で行きましょう。両手で行くということによってね、下に行きやすくなるというところで、ちょっとばあさんのとこ行かない、行けんからね、ばあさんのところへね、たどり着かないとね、うん、ちょっと困るね。ばあさん今風邪ひいてるからね、ちょっと命の境目に、生死の境目にいるわけなんですけど、というところでばあさんを迎えに行かない、行けんのやわしらに、もう本当にね、で俺何言ってんだろうね、というところで、いや難しすぎん、え、ちょ、難しすぎんとか言っときながら、足、お前足どこ行っとんねん、お前勝手にもう足動いちゃうからね、もうそれもそれですごいんだけど、というところで、あ、ちょっと、あ、捕まった、よかった、というところで、いける、これはいけるね。あ、ちょっと待って、危ない、あ、なんかあった今、なんか掴んだことないとか、待って、この人だったな。はい、ということでクリアです。次行きましょう。もうね、風邪ひいてるからね、もうほんとロープスイングメット、何メットルって何、メットルって何っていうか、ロープスイング今回多くない、ロープスイング多すぎない。あのね、うちまあほどのカメラそうだと思うんですけど、うちのというかいつも撮ってるカメラ、いつも撮ってるカメラね、あの笑顔を作ると、というか、え、どうやってえ、ちょっと待って、あれ出れない、てか、手を離せない。プラスって何？え、ちょ、ダメだ。あ、違う、こういうこと？あ、違うね。あれ？あ、オッケーオッケーオッケー。待てや、お前。喋っとないやね。もう死んでくれんかね。というところで、そう。まあ、ほとんどのカメラそうだと思うんですけど、まあね、ニコってしたらね、うん。あの、笑顔を、なんだっけ、なんか、スマイルキャプチャーっていう機能かな。なんか、笑顔になったら、勝手になんか写真にするみたいな、そういう機能があるんですけど、今ね、ちょっと笑いながらやってるものでね、あー、笑いながらやってるもので、あー、もう失っちゃうわ、本当ってかね、笑いながらやってるものでね、もう本当にあのビデオカメラのね、もう中の写真がね、僕の笑顔になっていくというところで、ニコってしたらね、あれ、あー、オッケーオッケーというところで、まあね、伝わらないことを言ってしまったんですけれども、というか全然違うんだよ、お前なんでそこから取れんかねえ、取れんかねえ、取れんか兄さんか、ごめん、どういうこと、取れんか兄さんって初めて聞いた、というかロードが遅い、ロードが遅い、いきなり遅くなった、というかいきなりパソコンがうーって言い出したからね、本当に困りますね、というところで、あ、じゃあこれクリアしたら終わろうか、実況ね、うん、違う、ちょっとなんでさ手で持たないの、なんでちょっと手で持たないの、ちょっと困る、ほんとなんでちょっと手で止まらんのじゃねえよ、てかロードが遅いてか今日何回言った、これほんとロード遅いな、これ、あ、いけたわ、普通にいけたいもんだから、いけたいもんって誰、ちょ、あ、危なかった今、お前。おー、飛ぶ。オッケー。で、これ下に降りるのかな。てか、矢印変えてくれよ、わからん。あ、違う。危な。あー。スクリーンショットします。
はい、サムネ決定というところで、はい、もう一回やりましょう。まあね、あれですよ、この実況の間にね、サムネになる場所をスクリーンショットするというところでね、まあそういうことをすることによって、あの周りのいらないところを編集で切る作業をね、省くっていう、こういうね技もね必要となってきますよ、実況者。まあそれはないけど、まあ多分僕だけなんですけど、てか行き過ぎだって。だからさ、それ、ああ、よかった、危なというところで、下にもあるんで、ここまでまた待って、これで行こうか。 OK。 で、次どこに行けばいいんだ。次は、てかロープスイングに出るやつらみんなさ、ちょっと強すぎ。あ、ちょっと待って、違う、いけん、ダメダメ、持って、オッケー、危なかった、今危なかったよ、本当に。ちょ、何が起きてんのか全然わからん、全然わからんのやけど、ちょっと待って、どういくのこれ。こちら、あー、びっくりしただけだった、ごめん。あ、じゃあ待って、手がなくなったら掴めんのだけど、ちょっと待って、手がなくなったら掴めません、ラスンが俺だよ、やったー、満点です。何が